はいどうも、じゃあササヤンです。本日もニュースをつっついていきましょう。今回は皆さんにあまり馴染みがない言葉、イージス・アショアについて、なるべく分かりやすく解説していこうと思います。この前ですね、河野太郎大臣が、イージス・アショア、配備を停止するということで、山口と秋田のね、配備停止という話をして、ちょっとね、ざわつきましたけれどもね、この件について、まるっとざっくりと、分かりやすく説明していきます。で、まずですね、その説明をする前に、記事読みからね、やっていきましょう。時事通信より見出しがですね、陸上のイージス配備計画停止、迎撃技術不備でコスト増、事実上白紙にということで、じゃあ早速本文を読んでいきましょう。陸上配備型迎撃ミサイルシステムイージス・アショアの計画停止が発表されたことを受け、突然の通告に県幹部らが困惑の声を上げた。一方、配備に反対してきた住民らは歓迎し、改めて計画の白紙撤回を求めた。秋田県によると、午後5時過ぎに河野大臣から佐竹知事に電話があり、配備停止を伝えられたという。陸上自衛隊荒谷演習所、括弧秋田市への配備撤回を国に求めていた佐竹知事は、ミサイル本体の回収も必要となれば、さらに多額の費用と相当の期間を要することになるとした上で、プロセスの停止、すなわち現行の配備計画を停止することは賢明な判断と考えるとコメントした。県幹部は取材に、正直驚いた。迎撃ミサイルのブースター落下の問題は解決できるとの説明だったが、なぜなのかと戸惑いを隠さなかった。秋田市長もコメントを公表し、閣議決定から2年半、地元が振り回されてきたことは誠に遺憾、全く無責任と言わざるを得ないと防衛省を批判した。秋田配備の撤回を訴えてきた市民団体の桜田優子代表は、思いが届いた、停止は当然だと歓迎。ただ防衛省がプロセスの停止と今後に含みを持たせた点について再開する意思がないならはっきり白紙撤回と言ってほしいと注文をつけた。山口県の村岡知事は取材に対し、突然のことで大変驚いた。周辺地域の安全を守ることは求めてきたので、その考えで判断されたことは適切と受け止めていると述べた。予定地の同県阿武町では、配備反対を表明してきた花田町長が、町民の不安に対する切実な思いや反対の願いが伝わったと理解している。白紙撤回の決定につながることを期待する。との談話を発表した。同町への配備を反対する住民団体の吉岡勝会長は、嬉しいとまず思ったと感想を述べ、防衛省は住民説明会で演習場内にブースターを 100% 落とせると言ってきた。他の説明にも不信感が募ると話した。おしまいと。はい、ということで、これは以前ですね、5月15日河野大臣がこう記者会見ですね、イージス・アショア断念とする、そんな噂が出ていますがみたいな形で、それについて、それはフェイクだと、でも未来的な話をしたらフェイクじゃないのだ、いやそれもフェイクだみたいな感じで、ちょっとした吸ったもんだがあった記者会見、皆さん覚えているかと思うんですけども、僕の動画でもね、その会見の内容をお伝えたと思うんですけども、で、結果的にはですね、当時のその共同の記者のね、食らいついた話が現実となったわけで、あの時のね、河野大臣の威勢の良さは一体どこに行ったのか。おそらくはこうね、左寄りの方たちってのは今ね、大ブーイングで河野太郎大臣を見つめていることと思います。まあそりゃそうだよねとね、5月15日の会見の席で、それはフェイクだと言っておきながら、ちょうどその1ヶ月後の6月15日になって、イージス・アショアは配備断念みたいな風に言っちゃうわけですから、それは炎上しますわね。ただ、この記事の中でも言われている通り、その、迎撃ミサイルの打ち上げる際にですね、このブースターがこうね、取れて、そして落っこっていくわけですけども、それが、自衛隊のその敷地内だとか演習場に落ちる、とは限らないみたいなことを言われた日にはですね、やっぱりちょっとね、その周辺住民、あるいはその、町長なり、市長なり、県知事さんなんてのもですね、心穏やかでないわけでございまして。で、まずこのブースターって何さってことなんですけれども、ブースターっていうのは、皆さんが、こう、パンを焼くときに使うトースターってあるじゃないですか。ね。あの、安いトースターで、こう、パンをこう、2枚ぐらい、こう、上から縦にこうね、並べて、サイドバーガチャンってやってね、それで1分30秒だか2分後ぐらいに、スパーンって感じでね、パンが飛び出るあのトースターがあるじゃないですか。あれと同じなんですよ。迎撃ミサイルも一緒でして、これ、パーンとね、一番最初にこう、強力にこう、打ち上げた時にですね、その、一番下についてはドラム缶みたいなので、ボボボボボボとね、炎を吐いて、そして、ミサイルをこう、初速を乗せてね、飛ばしていったらね、もうこの一番下の部分は用済みなんで、それをね、ポイッと投げて捨てちゃうみたいな。なんとなくね、トースターみたいな感じがするでしょ。いや、しないか。しないね。
もうちょっと丁寧に言うと、宇宙に飛んでいくあのロケットでしょ、あの一段目のロケットですよね。うん。あの重たいものをボーンと持ち上げていくんで、どうしても強力な推進体が必要なんですけども、でもそれずっとね、抱えながら飛んでいくと、スピードが出ないっていうことでね、長い距離飛べないっていうことで、それをね、途中でこう落としちゃうわけです。ね。で、この H2 ロケットだとかっていうのはこう海の方にね、ポイッとね、捨てちゃうような形で、もちろんそれは後で回収はしますけれどもね。うん。まあ、基本的にはポイッとね、捨てちゃうみたいな、そういう感じになっているわけです。じゃあ最初から一段目のロケットと言えよとかなんとかって言われちゃうんですけど、どうしてもすいません。あのトースターとブースターってね、言いたかったんですよ。すいませんね。で、そんなロケットみたいな構造を持つ迎撃ミサイル、ドーンと打ち上げて、ある程度の高度に達したら、さっき言ったその一段目を切り離して身軽な状態で、で、敵の弾道ミサイルね、空から飛んでくる、ね、それを空中で撃ち落とすって、そういう、まあ、代物なんでありますが、で、これ、めちゃくちゃな高性能なレーダーと、めちゃくちゃな、高性能なミサイル、こう、セットで運用されるんでね。だからこの、付近の住民から、ね、この悪い電磁波ね、そのレーダーだとかアンテナ部分から悪い電磁波が発せられてるんじゃなかろうか、だとか、あるいはですね、このレーダーが置いてある場所って結局ね、あの敵の先制攻撃になりやすいポイントだっていうことなんでね、それを不安視するだとか、だから今言ったように、そのミサイルを打ち上げた後の、そのでっかいね、ドラム缶みたいなものが空の上からポコーンとこう降ってくるみたいな、それは危ないじゃないかと。そういうような、懸念というのがね、昔からありまして、で、その都度それなりに、今、住民説明をやってきたっていうことなんですよね。で、ここでもう一つね、同じ時事通信で、記事がありましたので、こちらの方もちょっとご紹介させていただきたいんですけども、配備予定をする山口県の陸上自衛隊、むつみ演習場で、迎撃ミサイルのブースターロケットを演習場内に確実に落下させると、地元に説明してきた。しかし今年に入り落下場所を制御するためにはソフトウェアだけではなくハードウェアの改修も必要なことが米国側との協議で判明。新たな迎撃ミサイルの開発にはさらに10年以上、さらに数千億円のコスト増が想定され、6月上旬に報告を受けた河野氏が合理的ではないと判断した。おしまいと。この話を元に判断しますと、ミサイルの破片が落ちてきたりするんじゃないのという住民の不安に対して防衛省は、いや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 、そんなことないですよと。ミサイルから切り離したそのブースターってやつは、自衛隊の演習場に確実に落ちますから、大丈夫ですから、ご安心くださいと言っていたのに、実際はどうもそうじゃないと。なんか自衛隊の演習場に落ちると言っちゃうと、自衛隊の敷地内にポトンと落とすような風に聞こえていたのに、蓋を開けてみたら、こう自衛隊の敷地内にポトンと落とす方が実は難しいと。ね。だからどうしましょうかみたいな話になってきているわけですよね。で、これね、ミサイルの根っこにくっついてくるのブースターなんてものは、もうこれとんでもない強力な熱と、とんでもない、強力な衝撃でこうバーンってぶっ放していくわけですからね。そんな丸焦げのドンガラ、ピストルで例えたら撃った後の薬莢みたいなもんですよ。あんなものを回収しても再利用できないし、ましてさっきの話じゃないけども、うまくこうね、落下の位置をね、こうなんかパラシュートをつけるだとかね、あるいはプシュプシュみたいなこうガスみたいなね、そういったものでこう軌道修正しながら落としていく。そんなことは全く意味をなさないわけですよ。だって再利用できないんですからね。ミサイルの打ち上げの軌道を計算して、ちゃんとしたタイミングで切り離せば、落下物はこう、こう描いてね、スパーンと言ったらこう、こう描いて安全な場所に落ちますと。どうせ海にめがけて撃つんで、海面に落ちるから OK っしょ。みたいに考えるのが普通の運用なんでしょうけれどもね。北朝鮮の弾道ミサイルの騒ぎ、あれのおかげで配備計画を急ぎすぎちゃったんだろうね。少し強引なロジックでこう話しちゃったと思うんですよ。で、自衛隊の敷地内に必ず落ちる、演習場に必ず落ちますみたいに、口が滑りすぎちゃったみたいな形じゃないんでしょうかね。でもそのうまい口に乗っかっちゃってミサイルを改造しようとすると、さらにさっき言ったように10年以上の歳月がかかるだとかね、数千億円のコスト増負担になるだとか、もうこれは無理ですよ。費用対効果全く合わないですよね。プラスそして昨年の今頃、2019年の6月ぐらいですよ、配備計画の場所で標高を間違って計算していただとかね、ずさんな調査が浮き彫りになってしまって、もう柔道でいうところの技あり2本じゃないでしょうかね。嘘と、去年の嘘と今年の嘘で、ガッチャンコしたら1本みたいな、そういうことだと思うんですよね。で、さらに気になるのが、このイージスアショアってやつは、秋田県と山口県に両方ね、両県に置かれる予定でしたが、一説にはですね、これ2機合計で6000以上のコストがかかるというふうに言われています。
でね、一方で同じイージスシステムを積む船の方、イージス艦の方なんですけども、こちらの方は一隻の建造に対して、1600億から1700億くらいだと言われています。ですからこれイージスアショアを山口県と秋田に2機運用するぐらいだったらば、イージス艦を3隻か4隻購入してね、新造して、そこにね、近くに付近に並べてった方が早いんじゃないの？コスパ的によくありませんか？みたいなね。海の上で運用すれば、例えば迎撃ミサイルを撃った後、そのね、ブースターの部分が落下するにしても確実にこの海に落ちるっていうことが明白なわけですし、人がね周りにいませんから電磁波問題云々ということもねクレームもつけられませんし、先制攻撃の対象にもなりにくいですよね。そもそも船って動くものですからね、一切関係なくなるわけですよ、住民のそういうクレームめいた話にはですね。そういう面で考えるとイージスを陸上に置くメリットってありそうで実はあんまりないような気もしてくるんですよね。サソヤンは最初、これ陸ならね、簡単に設置できるし、電力の供給だとか、あと、船ってこのスペースの制約があるじゃないですか。でも陸だったらそういったスペースの制約もないので、イージスシステムをこう設置するにあたってコストは絶対的に下がると思ってたんですよ。しかしながら今回の話をどんどん聞いていくと、どうやらですね、イージス艦よりもお金がかかっちゃうと。なんでやねんっていう、そんな感じがするじゃないですか。ね。船に浮かべるよりも陸の方がコスト下がるっしょみたいなね。それで、海よりも陸の方がランニングコストが安くなるのかなというふうにも思ったんですけども、ただ今聞いてると、その周辺住民への迷惑なんちゃら対策コストみたいなものが発生してきそうだし、あと敵に狙われても耐えられるようにものすごい防御壁のあるような、すごいね、建屋でこう囲ってあげるとかね、そういったなんかね、対策だとかってのも含めていくと、こう、ランニングコストって実はそのイージス艦をね、運用するのと大して変わらないような気がしてきますよね。となれば、河野大臣の言ってるように、ミサイルを回収するのも、このまま無理に進めて、補償対策をするのも、コスト的には合理的ではないと。単純にイージス艦を4隻作って日本海に並べた方が全然早いじゃんというふうに思います。まあ、これは河野大臣の発言じゃないですよ。あくまでも支えの私的な、感想になりますけれどもね。まあ、こんな感じでちょっとわかりづらいイージスアショアは、それが中心になった背景をざっくりね、お話ししましたけども、おさらいしますと、イージスアショアっていうのは、弾道ミサイル防御システムであり、配備停止の理由は、ブースターを演習場に確実に落とすのが困難であるということです。またその背景にあるのは、防衛省のずさんな説明が話をどんどんややこしくしていったと。で、話の帳尻を合わせようとすると、コスト的に全く見合わない。こんな感じでございますが、なんとなく分かっていただけましたでしょうかね。はい。じゃあ、それじゃあ今日もね、最後は謎かけで締めたいと思います。弾道ミサイル防衛システムとかけまして、バブル時代の成金男とっときます。その心は、いいです。ブジョア。ササヤンチャンネルを見ているご年配の多くはですね、バブル時代を過ごしてきた人たちだと思うんですけども、当時はアッシーだとかメッシだとか、あとね、戦場パーティーをやっているブルジョア族なんてのもいましたよ。ね、あんな狂った時代をね、懐かしいと思う人がいるかもですが、僕のテリトリー、バンコクに行きますと、まあ、今年は行ってないんでわかりませんけどもね、去年の話で言うと、未だに、チャオプラヤ川っていうね、あの大きな川に船を貸し切って戦場パーティーを繰り広げている連中がおります。まあ、ほぼほぼ中国人なんですけどもね。そんな奴らに僕はね、言ってやるんですよ、いつもね。乗車必須だぞって。もちろんね、彼らに聞こえないように小さくつぶやくだけですけども。おい、ササヤン、お前、小市民すぎるぞって言ってくれた方はですね、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。